韓国が独自開発した潜水艦発射弾道ミサイル SLBM の潜水艦発射試験が15日に初めて成功したみたいだよ。 SLBM の潜水艦発射試験成功は世界で7番目となるな。韓国が世界で7番目か。一応軍事力ランキングではトップ10に入ってるからね。そうだね。さて今回は冒頭でも紹介したように韓国が SLBM 潜水艦発射試験に成功したことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。発射試験はこの日午後、国防科学研究所 ADD 総合試験場でムンジェイン大統領をはじめ、政府及び軍の主要人物が出席する中で行われたよ。LBM は8月13日に海軍に引き渡された潜水艦、トサンアンチャンホ3000トン級に搭載されて水中から発射され、計画された射程距離を飛行して目標地点に正確に命中したとチョンワで、大統領府が明らかにしたんだ。チョンワでは SLBM 保有は全方向脅威に対する抑制戦力確保の次元で相当な意味があり、今後自主国防及び韓半島朝鮮半島の平和定着に大きな役割を果たすことが期待されると説明したね。日本政府は、ミサイルは日本の EEZ 排他的経済水域の外に着弾したとしているよ。韓国メディアは、国防省当局者の話として、2021年3月に発射された短距離弾道ミサイルと同じと推定されると報じているんだ。また、北朝鮮は13日、新型の長距離巡航ミサイルの発射実験に成功したと発表しているな。立て続けにミサイルを発射した北朝鮮だが、そのタイミングが注目されているぜ。実は韓国は9月、SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの水中発射試験に成功していて、最終発射試験が間近に迫っていたんだ。北朝鮮も SLBM の開発を進めているが、先を越された形で、最終試験直前のタイミングでミサイルを発射することで、兵器開発を進める韓国を威嚇する狙いがあると見られるね。今後、実験評価を経て軍に配備される予定で、SLBM を運用する国としては、韓国がアメリカやロシア、インドなどに次いで7番目になるとしているな。これに加え、新型の国産ステルス戦闘機に搭載する空対地ミサイルの発射実験も実施しており、また、超音速巡航ミサイルと弾頭重量を増大させた弾道ミサイルの開発に成功していることも明らかにしているぜ。ムンジェイン大統領は、国民がより安心し、誇らしく思える成果だとした上で、韓国の防衛産業の発展などで大きな意味があると評価したよ。ムン政権はアメリカに依存しない自主国防を掲げて国防費を大幅に増大させているよね。新たな兵器の開発を進めているんだけど、15日も、北朝鮮が弾道ミサイルを発射するなど、さらなる反発を招く可能性もあるんだ。国民の中には、このタイプの潜水艦は日本と比べても旧式で、外洋じゃ使えないとしていて、もっとも、SLBM 専用なら、韓国領海内での作戦になるが、仮に日本を狙うなら射程が短いと指摘しているね。同様に、北海道や沖縄まで狙うなら、射程は 2000km は必要で、核兵器積まないなら、命中精度も必要であるとし、まともに自力で衛星打ち上げられないのでは無理だという意見もあるな。射程伸ばせばミサイルも大型化するしね。攻撃型なら別だろうけど、SLBM 搭載なら倍近くなることから、韓国では建造は無理だという声もあるんだ。まあ、中路から技術買うか盗むかすれば、話は別だな。どちらにしても、狭く、浅い日本海に出れば、標的になるんじゃないか。SLBM の場合は迎撃不可能という意見もあったね。専守防衛には良いかもしれないけど、東京に撃ち込まれれば、かなりな犠牲者が出るのは確実で、迎撃ではなく、日本を攻撃すれば、自分の国も壊滅するだけの即時報復の体制を作る必要があるとして、核はもちろん、電磁パルス兵器、ドローン兵器やレーザー兵器など、そして、日本すべてを網羅したレーダー網の整備と自動反撃システムの構築が望まれるとしているよ。ロケットもあのざまなのに、肝心の本体は正確に飛んでいくの不明だけどね。撃ち放ったら最後、どこへ向かうか神のみぞ知るってことにならなきゃいいけど。ミサイルを見当違いの方向に飛ばすなんてお手の物、むしろお家芸だからな。発射後行方不明になった魚雷もあるぜ。それに全方向脅威なんて言うと中国に蹴りを入れられるよね。はっきりと日本を敵国とみなしていると宣言すればいいかもな。世界はわかっているだろうが、ここは韓国自身の口から自慢げに言えばいいんじゃないか？きっと韓国の国民は大喜びするんだろうね。日本は敵視されているし。日本も本腰入れて軍備拡大していかないと真っ先に狙われるだろうし、アメリカに頼っていてもダメだよね。韓国は日本を標的として敵と見ているし。日本もいつまでも仮想敵国なんていう言い方ではなく敵は韓国と言っていいと思うぜ。これを口実に日本も軍備の増強を進めてほしいよね。
有事の際に日本への被害が最小になるように備えてほしいし。まあ発射に関しても本当に成功したか怪しいものだよな。仮に成功したとして、韓国は核保有国ではないし、高価な SLBM に通常弾頭など装備して何になるんだって話だぜ。SLBM は命中精度が良くても狙った中心から数百メートルいずれて着弾するし、通常弾頭など装備したところでほぼ何の意味もないだろうし、費用対効果コスパは極めて低いと言わざるを得ないよ。周辺国のレーダーが捉えたという情報が一切ないよね。どこで発射したんだろう？さあな。というか、SLBM 開発より先に経済を立て直さないと守る国がなくなるだろうな。韓国海軍は原潜を建造する計画をしているらしいね。おそらく、今回の SLBM 発射試験はそのためなんじゃないかな。将来的には、SLBM 搭載の原潜を就航させるつもりってわけか。標的は、普通に考えれば大北には原潜は不要だし、日本か中国ということになるな。SLBM が完成しても発射する潜水艦が未完成では何の意味もないと思うけど、北朝鮮も作れているものを今更自慢しても仕方がないし、南北とも土台の潜水艦が完成していないところが同じで血は争えないよね。問題は先行できるかどうか、この前は先行どころか航行もできずに漂流してたからね。航行できない潜水艦なんて何の役にも立たないよね。笑いは取れるだろうけど、国がガタガタなのに潜水艦だ空母だ戦闘機だと金を使っているが、それらを使う前にきっと国がなくなっているな。そんな自慢な潜水艦も日本の信用保証なしでは原油すら買えなくなるだろうしね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。韓国が自画自賛している自国製戦闘機といえば KF-21、通称ポラメと呼ばれる戦闘機だよね。なんと、この戦闘機をインドネシアが購入しようとしているとのニュースがあるんだ。それって大丈夫なの？だってあの韓国製だよ。心配するのも無理はないな。そもそもこのポラメ戦闘機、インドネシアとの共同開発プロジェクトとして始動したものだが、あまり情報が出てこなかったのでどうなっているのか気になっていたところだぜ。ここに来てついに、ポラメ戦闘機がデビューすることになったようで、多くの軍事アナリストが注目しているのみたい。どれだけの笑い話を作り出してくれるのか、注目しているのかも、そうかもしれないね。さて今回は、このポラメ戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。このポラメ戦闘機、韓国航空機メーカーの KAI 韓国航空宇宙産業が開発を進めていたもので、2021年4月には慶尚南道にある四川工場において、KF-21 の出庫式を行ったんだ。出庫式とは何かと思うだろうから説明すると、要するに倉庫から出してその姿をお披露目したというのが事実で、試験飛行をしてみせたわけではないから、実はハリボテだったんじゃないか？なんて揶揄する見方をする軍事アナリストもいるぐらいなんだ。実は KF-21 戦闘機、韓国初の国産戦闘機であり、開発コード KFX と呼ばれていた機体のことだよ。韓国政府は21世紀の先端航空宇宙分野での躍進、21世紀における、韓国空軍の飛躍、21世紀の朝鮮半島を守護する国産戦闘機といった意味を込め、正式名称を KF-21 と命名したみたい。なんとも仰々しいビジレイクばかりを並べ立てているが、自国の防衛すらアメリカに依存している状態の韓国が、ここに来て自主自尊するとでも言うのならば、KF-21 はそのフラッグシップ機として崇められても問題はないだろうぜ。そして韓国空軍は、KF-21 に若い大鷹を意味するポラメという愛称をつけたんだって、自国がまだ若い存在であり、これから飛躍するという意味であればなんともたけだけしいんだろうけど、それとは相反するような行動を繰り返している韓国なので、名前負けしなければいいなと思うよね。とは言っても、自国で戦闘機を開発するだけの技術を持っていることは正しく評価してあげたいと思うよ。ただし、アメリカなどからの技術の盗用がなされていなければ、という話だけどね。ちなみにポラメ戦闘機、出庫式の後からも開発が続けられており、2022年中に初飛行が予定されているとのことだったが、気になるのはポラメ戦闘機のスペックだよな。現在の世界各国の最新鋭機が第5世代と呼ばれていることを考慮すると、ポラメ戦闘機のスペックは、甘く見積もっても第 4.5 世代を言うべきポテンシャルに落ち着くというのが、多くの軍事アナリストの見方になっているぜ。
韓国軍の発表によると、ポラメ戦闘機の最高速度は超音速を発揮することができるとし、最新のエーサレーダーや統合電子システムなどを国産開発して搭載する予定とのことだよ。最終的には、国産化率を 65% 以上に高めたいとしており、現在は外国産の部品を搭載している部分であっても、継続して国産部品を追加装備することで改良させ、自国製戦闘機としてさせる計画としており、脱アメリカを目指していると受け取られてもいい発言を繰り返しているんだ。実は韓国、自国製戦闘機の開発はこれが初めてではなく、練習機の部門から自国製戦闘機の開発に着手しており、実際に開発された国産 T50 練習機の国産化率は 59% に達しているなど、あながち技術を持っていないわけではないというのが実情みたい。とは言いつつも、最新のエーサレーダーや統合電子システムなどを国産開発することができるのかといえば、その能力には疑問符がついちゃうんだ。実際、アメリカに技術供与を求めたようなんだけど、アメリカは過去に韓国にしてやられたことがあり、そっけなく断られてしまったんだって。というのも、韓国空軍が現在主力として使用している戦闘機 F-15K の製造において、韓国はアメリカの技術を無断で盗み見ようとした前科があるからな。そもそも F-15K は、主要部を除くパーツをアメリカより持ち込み、韓国企業が現地で組み立てる方式であり、国産機と言いつつもその大半はアメリカで製造され、アメリカによって秘密の部分ブラックボックスが多数盛り込まれている機体となっているぜ。それを知っていて韓国は、ブラックボックスの指定されている暗視装置を分解し、その技術を自国のものにしようとしたみたい。面白いのは、韓国の関係者はアメリカがブラックボックスに仕掛けてある細工も知らなかったことだね。当然、ブラックボックスに触れたことはアメリカにも伝わるんだけど、この時の言い訳がよくわからなかったと子供じみたものだったらしいよ。国際社会でそんな言い訳通用するわけないじゃん。子供のいたずらじゃないんだから、そんな子供のような国に、自国の最新技術を供与するわけにはいかない。アメリカがそう言ったか言わないかはわからないけど、前科がある以上アメリカは韓国に何も与えないだろうね。ちなみに、韓国が不正流用した技術はたくさんあって、アメリカからは対艦ミサイルや多連装ロケットシステムなど、重要でかつかなりの技術を盗んでおり、最低でも20種類前後に上る模様だよ。この、同盟国としてあるまじき裏切り行為は数多く、アメリカは韓国に技術供与することをすでに放棄しているとも言われており、すでに同盟国とみなしていないのではないかとも言われているんだ。そんな韓国が作ったポラメ戦闘機は、アメリカから盗んだ技術がたくさん搭載されている、とも言える機体で、これから先のバージョンアップは、アメリカから技術を盗めない以上、このままロースペックでとどまってしまうことは先が見えているんだよね。それを知ってか知らずか、ポラメ戦闘機の出庫式典には、韓国政府及び軍高官だけでなく、共同開発国であるインドネシアから国防長官をはじめとする同国政府代表団、両国の防衛産業関係者や各界要人が参加し、大々的に行われていたみたい。ポラメ試作機は様々なテストなどを経て2022年初頭に初飛行を予定しており、以後2026年まで様々な評価試験を実施した後、開発を完了させると言われているけど、それまでにアメリカ様のいい技術を与えてもらえる盗むことができると良いね、と嫌味を言いたくなるのも無理はないよ。でも、韓国からインドネシアがすんなりとポラメ戦闘機を購入するかといえば、そのことについても疑問符が残る現実があるんだ。というのも、インドネシアと韓国との間には、潜水艦をめぐるトラブルが存在しており、それが明確に解決されていない実情があるから、韓国は、自国製潜水艦をインドネシアに輸出したんだけど、実は自国製と言いつつも、ドイツ製の潜水艦をライセンス生産して販売するだけの下請けレベルの話だったんだ。もちろん、ドイツだってブラックボックスをちゃんと確保しており、燃料電池式の非対機依存推進装置を実装しているものの、この部分はブラックボックスとして韓国には一切情報を漏らしていないみたい。でも、韓国はこの非対機依存推進装置の部分も込みでインドネシアに商談を持ちかけ、インドネシアもそれならと購入に踏み切ったんだ。では実際にどうなったかといえば、ドイツは当然その部分はダメだとライセンス生産を拒否、インドネシアもそれじゃあ先行日数のスペックを満たしていないと契約そのものの破棄を匂わせるありさま。この問題は2022年になっても解決していないよ。それでも、
ポラメ戦闘機の件についてインドネシア側が態度を軟化させた背景には、韓国からではなく、他国から高性能な潜水艦を調達できる可能性が生まれたからではとも言われているんだよね。潜水艦の件では、もう韓国を相手にしないけど、その代わりに本家本元のドイツと直接取引をする、被害者同士の国としてうまく話がまとまったのでは、とも言われているんだ。こんなことになるなら、ドイツは最初からインドネシアに潜水艦を売り込めばよかったのに、と思う人もいるんだろうけど、そこは狡猾なドイツの国民性、経済的に仲の良い中国を刺激したくなかったってわけ。インドネシアと中国は経済的にも紛争を抱えているし、南シナ海における中国の強引な領土確保にインドネシアは真っ向から反発しているだけあって、ドイツとしては中国の機嫌を損ねたくない事情があったみたい。そこで、ライセンス生産を許している韓国から潜水艦を売る。そうすると自分たちにも利益があるし、中国様のご機嫌を損ねることもないってところかな。こういうところは日本にも見習ってほしいとは思うが、どうなんだろうな、実際。インドネシアだって、韓国に対してはかなりしたたかみたいだよ。ポラメ戦闘機の開発費用の分担について、韓国と当然揉めることになったんだけど、2021年11月になってようやく合意に達したんだ。ポラメ戦闘機の開発に要する費用の2割、約1600万円相当。これは当初の計画通りだったんだけど、インドネシアは支払いに応じることになったってわけ。ただし、この金額のうち3割相当は天然ゴムなどの資源で現物納付することを韓国に認めさせたそうだし、韓国としては外国人同士の取引は基本ドル建て獲得の機会をやや失った形になったんだけど、計画そのものをキャンセルされるよりは良いと妥協したんだろうね。あらゆる面で中途半端さが目立つポラメ戦闘機だけど、順調に開発が進めばローコストで購入できる近代的な戦闘機であることから、発展途上国が購入するかもしれないね。アメリカから直接武器を売ってもらえない国とか、第三国を経由して購入したいという国、様々な事情を抱えている国が、カタログ通りの性能を信じて購入に手を挙げるかもしれないよ。だけど、韓国の製品にスペック通りのものが果たしてどれくらいあったんだろ？その点は、世界中に広めておきたいと思うんだけどな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。おいおい、韓国の F-35 戦闘機が添え機の故障でやめなかったんだってな。F-35 戦闘機って言ったら日本でも運用されている戦闘機じゃないか。それでどうなったの？入ってきた情報では、装置の故障で胴体着陸をしたみたいなんだよね。胴体着陸なんて一歩間違えれば大惨事になってたね。韓国の公式な発表によると、胴体着陸事故が起きたのは、2022年の1月のことで、訓練飛行を行っていた韓国空軍の第5世代ステルス戦闘機 F-35A 戦闘機1機が、操縦電子系統の不具合によって、3機ある着陸用の車輪が出ずに胴体着陸を試みて無事に成功させたという発表だったんだ。胴体着陸を無事に成功させたことで最悪の事態は免れたんだけど、ここで大きな問題が浮き彫りになったんだよ。もちろん100億円近い金額の戦闘機だからそのままってわけにもいかないよね。機体の修理を行わないといけないんだけど、これを修理するためには、アメリカ、オーストラリア、日本のどれかまで運ばないといけないんだよ。自国では修理できないのか？そうなんだよ。自国でできるなら問題はないんだけれど、それができないんだよね。今回はその辺の韓国の事情を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。今回起きた事故の胴体着陸というのは本当に一歩間違えれば大惨事になっていたんだ。韓国はこの時の状況を、こう話してる。F-35A 戦闘機の降着装置が作動しない状況で、胴体と地面との摩擦で発生する熱や火花からの火災の発生を防止するために、着陸前に残っている燃料を投棄して、その間に地上では発泡性の消火剤が撒かれ摩擦熱を軽減させる処置を取ったんだ。これにより胴体着陸に成功、パイロットにも怪我はなく、機体にもそれほど大きな損傷はなかった。韓国空軍は、起きた事故よりも、自分たちの対応が素晴らしかったから大きな事故にならずに済んだとドヤ顔で公表したんだよね。ああ、それは韓国らしいといえば韓国らしい公表への仕方だな。韓国空軍は今回の事故について、F-35 としては初めてのケースだったので、製造元のアメリカのロッキード・マーティン社の協力を受けて原因を調査するみたいなんだ。この間は、国内での F-35 の使用は中止するみたいだね。正直、
2本目の修理持ち込みしてほしくないよな。韓国がまともに修理費用をすんなりと払ってくれるとは思えないんだよな。確かに、すごくありそうな話。韓国空軍では、約40機の F-35 戦闘機を導入してるんだよね。1機100億円近い金額だからね。今回の修理費用も莫大な金額になると思うんだ。確かに大勢の軍事評論家たちが、今回の故障の原因をアメリカのロッキード・マーティン社の責任にして、あわよくば修理費用を免れようとするんじゃないか、と心配されてるよね。100億円の戦闘機だからね、修理費用もびっくりの金額だろうね。2012年に F-35 と同じ第5世代ステルス戦闘機の F-22 ラプターが同じように胴体着陸事故を起こしたことがあるんだよ。この時の修理費用が、日本円で約38億円かかったと言われてるから、それと同等の金額は予想されるよね。修理だけで38億円かよ。ため息しか出ないな。この修理費用を韓国がすんなりと受け入れて払ってくれるのか？すごいお金にはシビアなイメージがあるんだよね。正直韓国のことだから、すんなりと払ってくれるとは思っていないだろうね。何よりも、修理費用が38億円程度で済まないってことも考えられるからね。どういうこと？アメリカで胴体着陸事故 F-22 ラプターは、そのままアメリカで修理されてるからさ。今回の事故は、韓国が F-35 を修理するために、アメリカ、オーストラリア、日本のいずれかに持ち込まないといけないってことだよ。韓国に F-35 を修理できる施設がないってことが問題なのさ。壊れたまんまの戦闘機じゃ飛んではいけないもんね。最新鋭のステルス戦闘機 F-35 には機密事項がたくさん詰まってるからね。北朝鮮なんかに F-35 の情報が漏れるなんてことはあってはならないから、韓国にはアメリカが指定する国際整備拠点を置くことはできなかったんだと思うよ。確かに、最新鋭戦闘機の情報が、北朝鮮になら漏れりゃ危なすぎるよな。韓国に整備拠点を置かなかったのが正解だと思うぜ。となると、韓国に一番近い国際整備拠点は、日本だよね。そう、愛知県の三菱重工業に国際整備拠点があるんだよ。普通に考えても日本政府が韓国の戦闘機の修理を受け入れるとは思えないよな。そりゃそうだよね。露骨な反日姿勢を示す韓国に日本政府もほとほと嫌気がさしてるだろうからね。韓国の戦闘機の修理なんて知ったことじゃないって感じだよね。大体よ。一度は解決したはずの徴用工問題を蒸し返して、三菱重工相手に賠償金を払えって言ってきてるんだぜ。修理依頼なんて絶対に受けるかよ。それは、日本政府も三菱重工もわかってると思うよ。韓国のことだから、修理を受けてあげたとしても、いろいろと難癖をつけてお金を払わないだろうし、日本政府の中には、戦闘機の修理代を徴用工問題の賠償金で相殺してこようとすると、懸念している声もあるようなんだ。本当にやりそうだもんね。これはちょっと笑えるんだけど、韓国政府は F-35 の整備や修理を日本で行うことを拒否してるんだ。ん？日本じゃなくて韓国が拒否してるのか？我が国の技術力と他国との関係があれば、日本に頼る必要はないんだ。と単価を切って、さらに自国の首を絞めてるようなんだ。技術力、笑える。他国との関係性、笑い通り越して呆れる。となるとだよ。今回の修理だけじゃなく、これから発生する定期的なメンテナンスや整備も、アメリカかオーストラリアに持ち込まないといけないってことだよね。運搬費用、さらに大きな時間のロスまで発生してしまうよね。F-35 の修理代、アメリカ、オーストラリアまでの運搬費、コストまで考えると、F-35 がもう1機買えてしまうような金額になるかもしれないね。そもそも、韓国は F-35 を40機近くも保有してるのになんで国際整備拠点の設置を許されなかったの？北朝鮮とのつながりだけが理由ではないでしょ？そう、それには決定的な理由があるんだ。以前韓国は F-16 戦闘機のブラックボックスをアメリカに無断で開けたことがバレたんだよね。その時にアメリカを激怒させてしまい完全に信用を失ってしまったわけなんだ。インターネット上では、今回の胴体着陸事故は韓国空軍の日頃の点検や日常整備が甘かっただけだろうと言われてるんだ。まあアメリカのロッキード・マーティン社も、今後導入予定の国があることも考えて事故原因を徹底的に究明するだろうけど、ロッキード・マーティン社では韓国のせいで、自社ブランドに傷がついてしまったと言っている役員もいるそうだけどね。そうなんだよな。最初から思ってたんだが、アメリカ、日本、韓国、オーストラリアとかなりの機体数が導入されてるんだぜ。そこで韓国の1機だけが故障による事故。これは、日頃の整備不足としか思えなかったんだよな。
韓国側が、元々の機体の不良だと叫ぶならば当然アメリカも黙っていないだろうしね。もし韓国がアメリカに対してそういう態度を取るようならば、今までの経緯もあるから、もう韓国にはアメリカの兵器は使わせないって強硬手段に出ることも十分に考えられるからね。大丈夫だよ。韓国は日本にだけ強気だからさ、アメリカのような大きくて強い国には逆らえないでしょ。こんな戦闘機の修理一つに関しても、他国から信用がある国と信用がない国と明暗くっきり分かれるよな。韓国に関しては自業自得としか言えないけどな。そうだね。韓国が今までの行動を改め信用できる国になるには、時間がかかるだろうね。でも、今のまま変わらずに多席思考を捨てないならば、世界から総主観されるのは目に見えてるよね。国民性と言ってしまえばそれまでだけど、そろそろ変革の時が来てるんじゃないかな？それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー。待ってました。今回の豆知識はこれ、今、北京オリンピックがあってるよね。知ってる。日本メダルたくさん取ってるよね。競技に、カーリングがあるんだけど、そのカーリングのストーンっていくらか知ってる？ 5 万円とかか。いやいや、3万円ぐらいだろ。正解は、カーリングのストーンは1個10万円以上するだよ。思ったより高いな。ちなみに、1セットで160万円だよ。ってことは、10万円をぶつけ合ってるってことなんだね。まあ間違ってはないな。ってことで、僕の豆知識コーナーでした。いつも動画を見てくれてありがとう。また見てね。日本頑張れ、日本ちゃちゃちゃ。絶対に韓国に負けるな。日本頑張れ、日本ちゃちゃちゃ。絶対に韓国に負けるな。